ふるさと祭り東京日本の祭り、故郷の味は毎年1月に東京ドームで開催される大規模な全国各地の物産展である。2009年1月より開催。毎年東京ドームに全国各地の名物を販売する物販ブースが多く設けられている。また、ステージでは全国の有名なお祭りが披露されている。全国から厳選された 自慢のお祭りがステージを彩る。とべ人の演舞とともに、勇壮な出汁を豪快に引き回す青森ねぶた祭。り、色鮮やかな出汁がその姿を変えながら練り歩く、八戸三社大祭。ち鎮がついた、重さ50キロの関東を自在に操る妙義野の秋田、関東祭り。四国三大祭りとして、名を馳せる、豪華絢爛な新浜太鼓祭り。海と空を感じさせてくれる。 沖縄全島エーサー祭りなど全国各地から多くの団体が集まり会場を盛り上げている。2010年より開催。全国各地のご当地丼が集まり来場者の投票によりグランプリを決定するものでコンセプトは B-1 グランプリに近い。色い々ろいろと食べ比べができるよう全ての丼はハーフサイズで統一価格で提供される。 一人一個だけ投票用のコインが渡されるので、それを気に入ったどんぶり一つに投票、コインの多かったどんぶりがグランプリとなる。2012年からは出場するどんぶりの予選会を事前に実施するようになった。前年ベスト5のどんぶりはシードとなり、予選会はそれ以外のどんぶりで行われる。予選会も同じルールで行われ、投票の多かったどんぶりが本選進出となる。 なお、2回グランプリを受賞した丼は、殿堂入りとして、トノドンとして認定され、投票対象からは除外される。これまでに3倍の丼が、トノドンになっており、いずれも2連覇によりドノドンを達成している。2011年に主催が、富士テレビに変更後は、富士テレビを中心に宣伝活動を行っている。スペシャルプロデューサーである小倉が MC を務める、情報プレゼンター特だね。 などで宣伝が行われる。また、フジテレビで小倉が出演する CM を放送している。同じ CM が共産局である TBK 千葉テレでも放送されていて、この他に共産局ではないが、テレビ埼玉でも放送されている。ここでは TBK 千葉テレが共産している胸の字幕が挿入される。2013年から2015年は東京 MX も、 共産局だったため、東京 MX でも、フジテレビ TBK 千葉テレと同じ CM が放送された。なお、ブースの出展は、フジテレビ系列局、及びフジテレビのグループに限られるため、TBK 千葉テレ東京 MX は、店舗の出展は行っていない。ありがとうございます。